わたよ水か。そんなやつあったんかね、知らんな。わたよ水か、どこあんだ。ああ、あれか。あ、見たことあるな。行ったことあるね。平林古墳。あ、今行ってきました。これでございます、これ。これも一応前方後円墳でございます。そこに石室もあるんやけどね。あれ、行かねえかね、あれ。石室。この古墳の名前もう忘れたかね、何やったかね。平林古墳じゃないやろこれは。今さっき言ったの平林古墳、名前書いてあるかね。芝塚古墳。ああ芝塚古墳だ。今ちょっとね思い出したんやけど、芝塚古墳、前方後円墳、50m。わからん、高さわからん、もう消えてしまってますわ。50メートルありますか。はい。ちょっとね、方墳の方がちょっと低いんだけど、方墳は低いけど、こんな感じ。前方後円墳でございます。50メーターの。墳丘ちょっと登ってみましょうか。下から行ったら5、6メートルあるね。前方後円墳でございますけど、これはちょっとどうなんだ、作り方がどうでしょうかね。あまりにも綺麗に作りすぎたかね。後円墳でございます。丸くなってますね。はい。あともう一機あの辺にあるんだけどね。あれそうだろ、あれ。名前。つか、何やったかね。もうその名前忘れたかね。これは前方部でございます。ちょっと短いんですけどね。全長が50メーター。高さが7、8メーターのところか。あの下から見たら火始めた。あ、膝に来たぞ、膝に来ました。早いね、もう暗くなるかけとるかね。あと息は回らないからね。ここから石室見てみよう。あれ、誰も歩いとらんがね。歩いたとかないがね。あら、誰も歩いてないね。ここからね、歩けるはずやけど、歩いてないですわ。前は歩いてたけどね、歩いた跡がありませんわ。これね、さえ、ああ、よう見えるね。はい、石室、石棺。石室あったんだろうかね。よし。あ、これそうかね。入れんなってんねんな。よしよし。低すぎて見るにも見られへん。みんな滑ってますここで。あ、入れねえな、入れないんか。閉じましたか。閉じまりましたか。残念でございますね。ちょっと小ぶりではありますけど、石棺があります。石室入れにしてくれたらいいのにね。ほな、見る人が楽しいのに。あんまり見る人いないか。割れてるか。ここでみんな滑って入りますよ。ここで。狭すぎて。もうちょっとなんとか見れるようにしてくれたらいいのにね。ちょっと無茶苦茶でございます、ここは。見るのも。こんな感じでございます。屋根があって。おそらくね、その石をどけたら、ね、中入れんのやるけどね。残念でございます。
はいはい、ありがとうございます。石室も一応見ましたけどね、石棺も。石室は中見えんけど。あ、ラストワン、どこやったっけ、ラストワン。思い出せへん。あの山がそうやけどね。どれ、わからんか。見えんか。あの辺やけどな、わからんな。あの公園の横のはずやけど。あれかな、あの辺かな。はい、ちょっと行ってみましょう。最後の一気、なんとか明るいうちに行かないと。